この間の1試合目でちょっと久々すぎて試合が年齢にもなく緊張してしまったので、結果はもちろんなんですけど、はい、自分のやれることっていうのが 100% できなかったところが自分としては悔しいかなっていうところは残ってます。まあ、ゴール前までね迫るシーンというか、まあたくさんあと一歩っていうところまではたくさん作れたことに関してはいいと思いますけど、やっぱりそこを決めきれないっていうのが、まあ今の力であり、まあサッカーの怖いところでもあるのかなとは思うので、そういったところは1試合目でみんな痛感したと思うので、次はそのゴール前までの過程も含めゴールできるところっていうのを、みんなこだわり持ってやるはずだと思います。各チームで主力張ってたような子たちが集まってのチームなので、全然新しく作ったチームではありますけど、本当に力はあると思うので、油断はすることは絶対ないと思います。そうですね、久しぶりになりますし、もう違うチームで会うのも初めてなので、初めてっていうかあれか、もうアンダー世代ぐらいぶりなので、違うチームとして会うっていうのはなんか久しぶりな感じで楽しみではありますけど、まあ、やっぱり一番怖い選手でもあるので、そういったところはピッチのオンとオフでまた切り替えて接したいなと思いますけどまあね、のりさんには大変お世話になりましたし、長い間、そういった意味ではまあ自分も、まあ、頑張ってますよっていう姿を見せれればいいのかなと思うので、そういった意味でもピッチに立ちたい思いはあります。1試合目でゴールシーンを見せれなかったので、そういった意味でも応援してくださる皆様が、まあ、来れないのが寂しいですけど、まあ、ゴールシーンを見せれるようにしたいですし、それで大宮戦でゴールシーンを見せて、なおかつまた見たい、現地で見たいねっていう試合が新潟戦が残っているので、その新潟戦につなげる意味でもいい試合を、映像になりますけどみんなに届けれるように頑張りたいです。